放送席、そしてこぼすた宮城に集まったソフトバンクファンの皆さん、ヒーローインタビューです。今日のヒーローは4安打の固め打ち、そして第1打席にはホームランを放ちました今宮健太選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。まずは第1打席のホームランから振り返っていただきますが、2点を追う2回の先頭バッターで飛び出した一発、あのバッター振り返っていただけますか。そうですね、塁に出ることだけを考えて、まっすぐも速かったですし、なんとか芯に当てようと思って振った結果が、案外飛んでいきました、そして第2打席、第3打席、さらには第5打席と今日は固め打ちで4安打、チームに今日は勢いをもたらしたのは今宮選手のバットですよね。でも今までが全く打ってなかったので、やっぱり挽回したいという気持ちを常に持って、試合の中でやっているので、今日みたいなバッティングが残り少ない試合数でやっていければいいなというふうに思います。さあ、チームは接戦を制してこれで7連勝、マジックは3まで減っています。今日日本ハムの結果以下ではマジックは2まで減ります。いよいよ優勝が近づいてきましたね。そうですね、マジックは1個ずつだんだん減っていっているので、これをゼロするまでは選手全員、気を緩めることなく全力で戦っていきたいなと思います。では最後にこの4時間半を超えるゲーム見届けていただいたソフトバンクファンの皆さんに一言お願いします。いや、もう本当にこんな長いゲーム、試合、たくさんのファンの方が残っていただいている中で、なんとか勝ててよかったなと思いますし、ホークスのいいところが見れたんじゃないかなと思うので、まだまだシーズンは残りあるので、終わるまで全力で応援をしてもらいたいなというふうに思います。ありがとうございました。今日のヒーローは4安打の固め打ち今宮健太選手でした。